相撲2023明治安田生命 J1 リーグ第27節サムレッチェ広島対ヴィッセル神戸サムレッチェのホームエディオンスタジアム広島へようこそお越しくださいました。皆さんありがとうございます。はい、もうね試合時間が近づくにつれて徐々にねこのサムレッチェの皆さんも増えてきて、はい、しっかりとね一緒に楽しんでいただきたいと思います。さあ本日からホームゲーム4試合はですねラスト4ゲームズとして開催されております。本日のお祭り広場ではスタグルありがとうキャンペーンとしてエイコンズのスムージー、ホットジャマイカデリのサンジェバーガー山上農園のアップルパイ、たこ焼き第8の第8たこ焼きこちらがですね感謝価格で販売をされておりますのでね、はい、ぜひともですねこのスタグルも食べてるよっていう人、ああいいですね、ねぜひともねこのスタグルもこのエディオンスタジアムこちらに来た楽しみな人ですからね、はい、ぜひともねスタグルの方も食べてみてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは続いてのプログラム参りたいと思います。続いてはサムレッチェリリース2023スプラッシュのステージです。よろしくお願いします。みなさんこんにちは。こんにちは。みなさんエディオンスタジアム広島へようこそ。ようこそ。そしてヴィッセル神戸のサポーターの皆さんもエディオンスタジアムへようこそ。ようこそ。早速自己紹介したいと思います。ありがとうございます。あいこです。るいかです。ゆきなです。はくなです。あいです。新体制になりました。5人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。あくな、はい、なんと約1ヶ月ぶりのホームゲームということで皆さん今日は盛り上がらない可能性が盛り上がらないわけがない。ないわけがない。もう皆さんぜひぜひ今日はもう最後の最後まで楽しんでいきましょう。はい、このままの勢いで早速1曲目に行きたいと思います。はい、はい、1曲目はトケメットアトトリックです。皆さんタオルの準備はいいですか？ブンブン回します。ありがとうございます。お持ちでない方もぜひ拳などを使って一緒に間に合ってくださると嬉しいです。それでは聴いてください。サンフレッチェ広島公式応援ソングときめいてハートトリック。Yeah.
1曲目からさ盛り上がれたんだけど、ちょっとネガティブ柳本入ってもいい？あれそう、あのさ夏休み通り過ぎちゃったの私。ああそうだね。しかもさ学生じゃない皆さんもさ、なんか秋来るかと思うじゃん。秋、はい、暑くないねえ、暑いね。ちょっと今ね、テンション下げ下げのネガティブ柳本が今ここにいて、あちょっと上がんないんだよね。いやでも今日はそんなことを忘れて皆さんで一緒に楽しみましょう、うん、はい、ということで次の曲に行きたいと思います、はい、次の曲も皆さんと一緒に踊りましょう。サンジ体操、イエーイ。はい、みんな、今日ねとても暑いのでね、はい、9月に入ったとはいえなので、もう無理せず背中でもしながら、そうですね、踊ってくださると嬉しいです。私ね今前に出てきてくれてるんですけど、踊れるよっていうちっちゃいお友達とか、もちろん大きなお友達も一緒に踊ってくださると嬉しいです。お願いします。それでは大丈夫ですか？いいかな。いきますよ、ミュージックスタート。まずは左手を当てるところからいきますよ。せーの、膝肩バンザイ、右手2回2回膝肩バンザイ、前に行こう、ゴー、右耳や左耳や1、2、3。ありがとうございます。次は足を引き飛ばすジャンプいきますよ。せーの、ジャンプ。ありがとうございます。次は親指で自分を刺すところからです。右に指を下に前にパーです。乗りますよ、虹をかけます。右左蹴って、ぐっと手を右と左に上げます。右左ジャンプを3回、せーの、ジャンプジャンプジャンプ。元気よく下げに行きましょう。一緒に踊ってくれたので、ここで一度撮影タイムをしたいと思います、はい、撮影タイムしましょう。なのでぜひみんな中央に寄ってもらって、真ん中に、ありがとう。それではあの紫のねカメラを見てください。大丈夫かな、いいかな。では行きます。あ、グッと、ちょっと寄ってって、ありがとう。では行きます、せーの、1、2、3、フレッチ。はい、もう一枚いきます、せーの、1、2、3、フレッチ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に踊ってくれてありがとう。ちっちゃくね、こう手を動かしてくださったりしてる人もね、全然見えたので、はい、ありがとうございます。2回目もね、ぜひあるので一緒に踊りましょう。はい、はい、みんな踊ったしさ、ちょっと疲れたと思うので、はい、皆さんの、私たちメンバーもなんですけれども、皆さん、飲水タイムもしっかりとってください。ちょっと私もとってこよう。ぜひぜひ、いらっしゃい。なんか夏にというか秋なんだけどね。本当よね、塩分大事っていうね。もう9月中旬とは思えない暑さだよね。そうなんです、本当にね、本当に蒸し暑いのもあるし、もう普通に暑い、うん、そうね。ただ今日見てください、雲一つない青空。ね、試合日和ですよ、はい、そうだそうだ、ね、最高の天気なので、今日もね、ぶち熱く応援しましょう、ね、ということでね、はい、次の曲はなんと今ステージに残ってる愛子、ルイカの3人でパフォーマンスさせていただきます。なんとね、この3人、そう、ごめんこの3人共通点がありまして、はい、高1組です。高1組です。どのカメラ見ればいいか分からなかった、確かに。でもね、とりあえず初めてだからめっちゃワクワクしてる、ワクワクめっちゃワクワクしてる、はい、この3人でかっこいい曲を披露したいと思います。はい、それでは聴いてください、
テレビアニメボルトの主題歌からがむしゃら。読める結末なんかは一緒に皆さん一緒にエンジンを組んでくれます。ちょっと参加していただきたい。ちょっとちょっといいね。私たちがエンジン組んでるんですけど、多分選手の皆さんもエンジンを組んでると思うので、はい、なんかサンフレッチファミリーの皆さんとできるのがすごいエモいという。エモい、エモい、エモいね。皆さん参加をよろしくお願いします。私が頑張るぞと言ったら、拳を掲げたり拍手したりおーって言ったり、何かしらの方法で参加をしていただけると嬉しいです。はい、はい、それでは行きましょうかね。キャモン頑張るぞー。ネバーギブアップ長い道きっと明日につながって
広島弁シンガーソングライター会社員みかんさんで、スプラッシュ2回目のステージは18時10分からです。はい、今日もあの美味しいものたくさん、そして私たちだけじゃなくて、メガイク2回目ステージたくさんの人が盛り上げてくださいます。ぜひぜひ私たちの2回目のステージでも皆さんお会いしましょう。以上、スプラッシュでした。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スプラッシュの皆さんに毎度大きな拍手を。